エガーズの小説を、クラウドアトラスのトム・ティクバ監督、トム・ハンクス主演で映画化。ティクバは、原作本が発売されて、わずか2日後に、エガーズにコンタクトを取り、映画化を申し出たという。アラン・クレイは、大手自転車メーカーの取締役であったが、会社の業績が悪化、その責任を問われる形で解任され、さらに負債に充てるため家や車などはすべて、差し押さえられ。 妻にも去られてしまう。アランは、娘キットの養育費を稼ぐため、サウジアラビア国王の甥いと知り合いだと誇張して、IT 企業の営業職に転職する。ある日、彼は国王に、立体的な映像を投影する、3D ホログラムを使ったテレビ会議システムを売り込む、ため、サウジアラビアに派遣される。しかし、 現地のオフィスは傷んだテントが張られているだけで、設備も環境も整っていなかった。しかも、プレゼン相手の国王は、超過密スケジュールで、いつ現れるのかもわからない。その上、上司からは商談成立のプレッシャーをかけられ、ついに彼の体は悲鳴を上げる。そんな彼に予想もしない人物からの助けが入り、アランは、新たな一歩を踏み出していく。 カッコ内は日本語吹き替え日本語版、スタッフ2013年6月12日、トム・ティクバがデーブ・エガーズによる2012年の小説、王様のためのホログラムの脚本を展開していることが報告された。ティクバは脚本と監督を担当し、主演俳優はトム・ハンクスになった。本作は、プラトン、プライマリディアンエンターテイメント。 X フィルムクリエイティブプールによって制作された。2013年9月5日、ロータスエンターテイメントが本作の国際的な権利取得を開始した。2014年3月6日、サリータ・チョードリー、アレクサンダー・ブラック、トレイシー・フェアラウェイ、デビット・メンキン、そしてトム・スケリッタの出演が発表された。制作は2014年の第一四半期に開始された。主要撮影は、 2014年3月6日に、モロッコで始まった。エジプトのフルガダ、ドイツのベルリン、デュッセルドルフでも撮影された。撮影は2014年6月に終了した。ありがとうございます。